そして今日の勝利でホーム2連勝となりました。チームの状況は士気も高まってきているのではないでしょうか。そうですね、まあ借金がたくさんあるので。そして今日は暑い中、夏休み最後のホームゲームとして、はい、たくさんの市民も応援に来れています。サポーターに一言お願いします。それでは、立花選手、そのボールをスタンドに蹴り込んでください。